ワッキー貝山のファニーガチャ。さあ、ワッキー貝山のファニーガチャのコーナーでございます。このコーナーではガチャガチャカプセルトイの保有個数10万個、ガチャガチャの本を5冊を書き上げております。私ワッキー貝山が女性やお子さん、家族で楽しめるガチャガチャを毎週一種類紹介するコーナーでございます。いちかちゃん、今週もよろしく。よろしくお願いします。髪切りました。ね、めんこいっすよ。ありがとうございます。はい、さあ、めんこいみちかが回すのは恥ずかしいな。いいじゃない、もう入って言っときなさいね。はい、今週もね、回しました。はい、はい、出てきたね。さあ、どんなファニーガチャだ。お、うん、お、またちょっと。なんか黄色い感じ。黄色い感じ、黄色いもの出ましたからね。おお、はい。いつもと違う感じ。止まってる何か。うん、広げて広げて。なんだ。あ、かわいい、蜂蜜だって。あ、蜂蜜って書いてあります。うん、何？これジャム？うん、ジャム、ジャムがさ、あ、ジャム座ったから、そう、ポーチ。給食で出てきました、これ。そういうことでございます。ブライトリンクから給食のジャムポーチコレクション。5種類ありまして、1個300円。まあ、給食のジャムっていうとね、だいたい3センチかける5センチぐらいの大きさなんですけど、これはたっぷり15センチかける12センチ。さあ、みちか、どう使う？何入れようかな。でも、あ、いいですね。なんか、うん、しっかりしてるからね。サプリ系とか。あ、なるほど。薬系を入れるね。あれは化粧品とか。あ、化粧品もいいですね。マスクなんかもいけそうじゃね？もうバンバン行こう。お菓子、お菓子。お菓子？ハンコとか。あ、領収書。だんだんちょっと。やむようになってそうね、やっぱりね。いいですね。個人事業主ですから、お二人ともね。で、今度ね、ブライトリンクさんっていうのは、はい、今年起業したメーカーさんで。新しいんですね。で、女性の社長さんで。わー、発想が面白い。ね。使いやすい。はい。ね、感じの。うん、ホテルのね、キーチェーンとかね。ちょっと、ラブなホテルのね、それとかラブなホテルのあんま深掘りしないように、はい、あとはテロップって言って、テレビテロップをつけて、その後ろになんか人形とか置くと、なんかそのテレビのワンシーンが撮れて SNS 映えするみたいな、ちょっといろんな他のねフィギュアとコラボレーションすると面白いっていうようなものをね作り出してるんですよ。なるほど、ね、一応ね蜂蜜がありまして、はい、いちごジャム、チョコレート、あとはピーナッツバター、ね、マーマレードってありますけど、どれが一番子供の頃好きだった？ピーナッツバター。ピーナッツバター、お子ちゃまね。ここでマーマレードっていう人はいないんですね。皮の味がちょっと苦めでね、大人になるとマーマレードっていうんですよ。僕はチョコレートが好きでしたけど。ね、で今日はだって蜂蜜はね、僕の世代はね、なんかちょっと丸い感じの入れ物で、先っぺにちっちゃい丸っこいのをね、くるくる回して、そこを外して、そこからちょっとこう蜂蜜を出したっていうね。はい、僕世代と同じ人はなんとなく分かってくれると思うんですけどもね、うん、はい、まあでも実用的で可愛らしい、はい、このポーチ ね、色使えると思います。はい、ブライトリンク給食のジャムポーチコレクション、ゲット難易度星いくつですか？ゲット難易度星1つです。お、これ結構いろんなところにあります。へ、はい、ですから今のうちにね、ただいろんなところあるって言いながらも1週間ぐらい経っちゃうとね、うん、急にやっぱりゲット難易度が高くなっちゃいますので、お早めによろしくお願いいたします。さあ、ということですね、今週はブライトリンク給食のジャムポーチコレクションを紹介いたしました。このガチャガチャについてはワッキー貝山の YouTube チャンネルでも紹介いたしますね。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いいたします。ワッキーさんへのガチャガチャに関する質問を受け付けています。こんなガチャガチャ回しましたとか、山形のご当地のガチャガチャ知ってますよ、まあ、全国でもいいですけどもね、はい、そんなメッセージを FM 山形のマジフラファニーガチャのコーナーまで送ってくださいね。ワッキー貝山のファニーガチャ、来週もお楽しみに。